はい、どうもコミです。さて本日は GF さんから動画をお届けしてまいります。タウンホール14を今日見ていこうというふうに思うんですけども、GF さんの今やっていたこれですね、ちょうど終わった対戦の中から、ね、星1をして負けちゃったんですけども、今日お話ししていきたかったところっていうのは、ウッドランチャーの使い方、これを少し深掘ってみたいなというふうに思っています。で、最近よく流行っているね、配置としてボックス型っていうのありますよね。こういうタイプの配置、まあ、簡単に言うと、村をこうね9つに割った時にこの部分にタウンホールがあるやつですね。これ結構まあ取りにくくて苦手っていう人も多いと思うし、僕もだからチャンネルの中でよく動画化してるんですけども、今日はね、こういう配置に刺さりやすい、ウッドランチャーの使い方3選ということでね、やっていこうというふうに思います。で、まずこれ一発目、何かというと、クイヒーなんですね。クイヒーにウッドランチャーっていうのは、まあ、結構昔からやられてるっちゃやられてる方法で、まあ、それなりに難しさはあるんですけども、決まると強いっていう、まあ、戦法ですね。ヒーラーを今結構ギリギリにつけていきましたが、これ対空砲に打たれないように、ここですね、こっち側から出しちゃうと、ヒーラーがこう対空砲の範囲内に入っちゃうんで、入らないように少し出す位置を、ずらしてね、出してます。なんで少し遅れましたね、タイミングが。最初、スーパーウォールブレーカー2体使って壁を2層、1層目、2層目、ここまで開けていきます。アーチャークイーン、これで、この、なんだ、クラム城の手前まで入っていけるっていう格好ですね。で、そこを、しっかり、アーチャークイーン誘導をまずしていって、マルチインフェノタワーなので、これは別に問題なしですね。レイジをかけながら、援軍処理、さらには対空砲をきれいに破壊しながら中に入っていきます。で、ババリアキング、ここもカット積んでますね。カット積んでるんで、キングが中に入っていって、で、アーキャークイーンがある程度中に入ってからポイントですね。これ、シューターを出す。このシューター出すポイントっていうのが結構大事で、アーキャークイーンがね、あんまり、手前の状態、ここら辺っていうのはこの辺にいる状態で、ウッドランチャー出しちゃうと、ウッドランチャーが先行しちゃうんですね。これ今ですら先行しちゃってるじゃないですか。だから、なるべく遅らせてウッドランチャー出す。アーチャークイーンでターゲットを取らせておいて、ウッドランチャーで、そのアーチャークイーンの後ろからね、こう、ウッドを投げて壁壊していくっていう、このパターンが鉄板ですね。で、まあ、このアタック、めちゃくちゃうまいんですけども、このね、反対側に関してはキング、もう反対側はロイヤルチャンピオンというふうに出すことによって、真ん中クイーンですね。っていう風にすることによってヒーローを3体並走させてタウンホールまでクイーンで射抜いていきます。で、残ったところっていうのは、まあ、クイーンの余力プラスロイヤルチャンピオンの余力プラスラバルって感じですね。この部分こんな感じで決めていきます。まあこういうね、最後相手のヒーローがこう残っちゃうようなパターンっていうのはやっぱり、まあ、グランドウォーデンにトームをかけ、グランドウォーデンのトームにストライカーを合わせる形のラバルっていうのが、まあまあ取りやすい形ではあるんですけど、まあそこまで持っていくこのヒーローたちの使い方ですね。めちゃくちゃうまかったなっていうところがありますね。まあ、だいぶ見ていて、これはあんまりできねえわっていうふうに思うかもしれないんですけども、まあ、こういうね、方法もありますっていうことをまずお伝えしたかったのと、あと、まあ、面白いですね。こういうふうに決まるとね。この部分の壁っていうのも、しっかりとキングが、入れるように、ウォールブレイカーでここ開けたりしてるんですね。こういう、すごいテクニックの詰まったアタックなんですが、まあ、こんな風なね、やり方も攻め方もあるよということでね。もし、チャレンジしてみたいなと思っていただけたら、やってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。結構これ強いですよね。普通に強い。まあ、リュウタさんが上手すぎるっていうのも、まあ、当然ながらあるんですよね。はい、ではもう一本こちらですね、ヨミさんの先見ていきましょう。ヨミさんのこれはスーパーボーラーですね。ヨミさんは割とオーソドックスな攻め方をきっちり決めていくタイプのプレイヤーかなと思うんですけども、もうこれ本当にもうランチャーを使う攻め、ウッドランチャーを使う攻めの鉄板的なものですよね。中華式と言われるペッカスパビスとこのスーパーボーラーは本当にこのウッドランチャーと相性がいいんで、まあ、その相性の良さっていうのを見ていってほしいなというふうに思います。ジャンプ1枚積んでますね。タウンホールの前の壁まで結構これ距離があるので、この距離をちゃんとウッドランチャーで壁開け、ここまで開けられるかどうかっていうと、まあ、少し怪しいなというふうに捉えて、これは、ジャンプの呪文1枚持っていってます。このパターンは結構多いですね。最悪ウッドランチャーが事故っちゃって途中で壁が開かなくても、ジャンプさえあればなんとかタウンホールは取れるんで、星1をするリスクを減らすという意味でも重要ですね。この部分しっかりカットが済んでいます。これイエティを使ってカットしましたね。
で、しっかりとアーチャークイーン等で鍵を取らせてから後ろからランチャーですね。マルチインフェルノの攻撃すらランチャーには入らないようにスーパーボーラーとアーチャークイーンでターゲットを散らしながらランチャー出していきます。やっぱ後ろからちゃんとランチャーを入れるのが大事ですね。このランチャーのウッドって今この辺までこう伸びてますけども、こんな風にねだいぶ先まで行くので後ろから出してもそんなに問題はないっていう感じですね。ババキンこれ中に入って欲しかったと思うんですが入んなかったんでちょっとね、プランが崩れかけていますけども、まあ、そこおそらくあや入れなかったのかなってちょっとここわかんねえな、もしかしたら入れたかったっていう思いがあったかもしれない。ただまあ結果的にしっかりこの、投石機の服にババヤキングを入れて、さっきと同じですね、この部分っていうのはキングで、こっち半分っていうのはロイヤルチャンピオンで、真ん中に関してはボーラープラスアーチャークイーンで攻めていくという格好にしてます。で、今回スーパーボーラーを入れるんで、この部分に関してはここからアーチャークイーンとボーラーが展開して押していくっていうパターンで取っていきます。まあ、当然キングと、ね、クイーンもキングとロイちゃんもいるんですけども、基本的には中央の部隊がそこからジャンプをかけてね、こう壁を乗り越えながら先へ進んでいって前回まで持っていくというパターンですね。すげー強いですよね、キングとロイちゃんの能力、まあ、ほぼほぼ余してるようなもんなのでね、とてつもなくうまく決まっていて、こういうなんていうのかな、技を確実に決めるところがヨミさんの怖いところであり、あの味方であれば楽しいところですよね。ないからです、まあ、こんな形でボーラーと組み合わせるっていう方法もありますということですね。で、まあボックス配置にやるっていうと、まあ、主にこの2点になるのかなと思うんですけども、もう一個ねウッドランチャーを使った攻め方で面白いなと思うのがあったんで、ちょっと紹介させてもらいたいというふうに思います。これですね、これよいしょ、熊本さんのアタックなんですけども、よく最近やられるパターンの一つとして、まあ、特に上級プレイヤーでよくやるパターンですね、バーバリアンキングとロイヤルチャンピオンにグランドオーデン陸でつけてフォームかけていくみたいなパターンですね。これをやってるのがこの攻めです。でどういう風に入っていくかっていうと、アーチャークイーン食い火の格好でスルスルスルとここを入れていきます。まあ、ここに入れるのもめちゃくちゃ難しいんだけどそれをきっちり入れていきますね。でキングとロイヤルチャンピオンをこの区画に入れていきながら、ウッドランチャーで壁を壊してこの辺りまで見てるんですね。この辺りまでガッとこう潰すように、で残ったこの部分っていうのをラバルで処理していくと、まあ、いう感じのプランなんですけども、アーチャークイーンとねちょうど、キングたちがこう並走しているので、あんまりそのターゲットっていうのがこっちのキングたちに向きすぎてないんですよね。当然向くんですけど向きすぎてはいないっていう感じで、ロイヤルチャンピオンはここラバーハンドに捕まっちゃいましたが、しっかりとこのウッドランチャーが真ん中の壁を突き開けていってくれて、まあ、本来ここにキングとロイちゃんに入れてきたかったと思うんですけども、中から出てきたイエティがこの真ん中のシングルインフェルノを壊してくれることによって、一致ですねアーチャークイーンがタウンホールまで届くという格好を作っていってます。キングは上に取れちゃったんですけども、取れちゃったおかげでこれぐるっと外周こう回ってくれそうな感じがしてますね。まあ、これはこれでロイヤルチャンピオンの仕事もまあはかどるし、よかったのかもしれないですね。フリーズを貯めてしっかりとここ、シングルインフェルのところですね、シングルインフェルとタウンホール壊していきながら、残ったこの部分にロイヤルチャンピオンもアプローチかましていきながら、ラバルを四方八方八方でもないな、まあ、二方向から当てていってきっちり、破壊し尽くして前回まで持っていくという感じですね。このアーチャークイーンの食い火がまだ生き残っているのが、まあ、素晴らしくうまいんですけども、こんな形でですね、今日紹介したかったちょっと一番最後のこのアタックはボックス配置っていうやつではないんですけども、いかがたっていうのかな、はい、配置になっちゃうんですけども、3つですね。1つはアーチャークイーンの食い火に合わせていくっていうパターン、あとはスーパーボーラーを今回紹介しましたけども、それがまあスーパーネクロマンサーであったり、あとはペッカスパリズの中華式であったり、まあ、そういった、メインユニットの後ろから出していって、メインユニットが進んでいく、壁を壊していくっていう、まあ、2つ目の動画のアートリプレイのパターンですね。で一番最後のこれっていうのはもうヒーローのためだけに使う、でもここに本当はアーチャークイーンが加わるっていうケースもあり得るんですけども、ヒーローたちを前進させるのにウッドランチャーでこの部分ですね、この部分今まさに壊れてますけども、こうガーッと壁開けてって、キングと、ロイヤルチャンピオンと、グランドウォーデンをしっかりと真ん中まで持っていって荒らしていくということですね。この辺までこう壊していくみたいなパターン、
こういうような形に使われるっていう形のことですね。まあ、主にこの3つがメジャーな使い方かなというふうに思うんですけども、まあ、当然これ以外もあるとは思いますが、やっぱりまあ最初の1本目2本目で見ていただいたようにボックス配置にウッドランチャーを使っていこうと思うと3ホールの裏側から攻めていかなきゃいけないんですよね。まあ、星1のリスクがあるんで、まあ、そこジャンプの呪文持っていったりしてリカバリーするなんていうこともちょっと今日お話ししましたけども、まあ、このあたり頭に入れていただきながらうまく使ってもらうと、結構ね、今の流行りの配置に対して刺さる攻め方ができるんじゃないかというふうに思いますので、ご参考になれば幸いです。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説中心にやってます。タンホール13、14、メインで扱っておりますので、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録をぜひ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 よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。